こんにちは、花城ココアです。今日は大好きなおうどんを食べたいと思います。ココチューブ。カルボナーラうどんとか明太クリームうどんとかキムチーズうどんとか、結構ね、いろんなうどんを作ってきたんですけど、そういえば釜玉うどんって食べてるの動画にしたことなくない?と思ったので、今日は釜玉うどんを作りたいと思います。でもさ、普通にさ、釜玉うどんだったらさ、結構私やってるわけ。なんかもう作るのめんどくさい時はもう電子レンジでピッてやってね、もう卵醤油みたいな感じで、即席のご飯みたいな感じで食べてるの。だからどうせ動画にするんだったらさ、普段あんまり食べないようなね、ちょっとだけリッチな釜玉うどんにしようと思ったんですよ。釜玉バターうどんにしていこうと思います。それでは作っていきまーす。ココチューブ。まずはお皿を準備します。はい、お皿。これ皆さんにはホットプレートに見えるかもしれないんですけど、れっきとしたお皿です。っていうのは嘘なんですけど、まあ普通にホットプレートのこの鉄板をね、お皿代わりにしていきます。全然さ、大きいちょうどいい器ってね、売ってないのよ。だからね、毎回ね、これに頼りきりって感じ。今回使ううどんも冷凍うどんなんですけど、1個、2個、3個、4個、5個使っていきたいと思います。これね、電子レンジで温めてもいいんですけど、量が多いので、今回はキッチンで茹でていきまーす。わーい、こんな食べられるー。よしよし。はい、茹でてきましたー。うーん、5玉分だからすごい量ですね。めんつゆを 50cc 入れまーす。あとはこのバターを入れます。どれぐらい入れようかなー。じゃあバターはね、 50g ぐらい入れます。で、これで混ぜていきまーす。バターさ、後乗せにしようと思ったんだけど、絶対に最初に絡めといた方がさ、うどん美味しくなるじゃないですか。だからね、先にバターを絡めていっちゃいたいと思います。まあちょっと溶けてないけど、まあそのうち溶けるでしょう。釜玉うどんってさ、生卵をバンって入れると思うんだけど、先にね、白身だけ入れていきたいと思います。卵黄はもちろん取っときます。一玉につき卵は1個使いたいので、今回は5個使います。あー、ちょっとばかし1個失敗したわ。まあいいやいいや、よし、またやっちゃったよ。救出。お、今回うまくいったかな。この卵白も混ぜていきます。ちょっと1個分だけ卵黄入っちゃったけど、まあよしとしましょう。よし、オッケー。ネギをトッピングします。自分でさ、ネギ切ったからさ、ぶっといいっぱいかけちゃおう。ネギ好きだから。うどん屋さんでさ、おネギがさ、無料のところあるじゃないですか。ついたくさんね、持っちゃいますもんね。だいたいね、臭いね、食べ物はね、美味しいんですよ。あとは鰹節。パラパラパラ。いい匂いじゃない？いいよいいよ。でね、あとね、普通の釜玉じゃちょっと物足りないかなと思って。明太子も準備しちゃった。だから明太子もここにトッピングします。明太子あるのとないの全然違いますよね。で、さっき残しておいた卵黄たち。あー、崩れてるー。卵黄めちゃくちゃ崩れてるけど、まあいっか、味は変わらん。そしてダメ押しのバター。いや、当初の予定ではさ、釜玉バターうどんの予定だったんだけど、明太子を追加したから明太釜玉バターうどんになりました。見た目ね、あんまり良くないかもしれないけど、割と美味しそうです。忘れてたよ、なんか見た目があれだなと思ったら、あれがないんだよ。そうそう、はい、刻みのり。パラパラパラ。はい、これで本当に完成しました。明太釜玉バターうどんでーす。それでは早速いただきまーす。ではまずはなんかそのままいただきますね。やばい、大成功。バターで和えてあるからすごいコクがある。で、めんつゆがね、甘くて美味しいんですよ。じゃあ卵ちゃんと、ちょっと今回黄身がね、失敗しがちですけど、まあどうせ食べたら一緒だからね。うわー、いいねー、この卵が滴ってる感じよ。うーん、黄身があっての釜玉うどんだわ。美味しい。なんかね、バター入れてるんだけど、全然くどくないんだよね。程よい感じ。このトッピングのバターと一緒に絡めてさ、バターごといっちゃおうかな。バターとともに、そのままおうどんいっちゃいます。待って、
やばい。バターやばい。ちょっともう一回。これさ、バターさ、丸ごと一個使ってもいいぐらいかも。もう、もともと釜玉ってトロトロじゃないですか。そこにバターが加わることによってね。なんかね、お口の中の高級なトリートメントって感じ。すごい滑らか。じゃあまたバターと。ため息ついちゃうな。まあカロリーはすごいことになりますけどね。ココチューブ。じゃあ明太子。うどん屋さんに明太釜玉うどんあったらさ、絶対に頼んじゃうもんね。うん、間違いないです。美味しい。意欲が本当にすごいわ。普通の釜玉うどんじゃ味わえない濃厚さよ。うん。私すごいチーズが好きなんですけど、最近ねチーズよりもバターが来てる。ホットサンドメーカーを買ってからね、バターでね、物を焼いてね、表面をカリッとする美味しさに目覚めてしまって、やばいですよ、バターばっかり食べちゃう。うん。じゃあまたね、この角切りバターとともに、明太子を添えて、これ絶対に美味しいよ。ポテンシャルを感じますね。うん。ああ、またバターの塊がいる。ちょっとね、ネギをかけすぎてネギ食べられないんで、スプーンですくって食べます。うん、ネギと卵とバター美味しい。よし、ラストはもう全部混ぜちゃおっか。単純な料理だけどさ、こういうシンプルなのが一番美味しいですよね。そういえば私、今年に入ってからリングフィットアドベンチャーやりますって言ったんですけど、リングフィットアドベンチャーって太ももにバンドをつけてそこにコントローラーを差し込むみたいな感じでやるんですけど、まずね、それをやろうと思った時にね、そのバンド自体がね、きつくてね、私ね、つけられないんですよ、太ももに。太ももが太すぎて。だから最近ね、バンドをつけなくてもいいフィットボクシング2を始めたの。両手でこうやってやるだけだから、何か装着しなきゃいけないっていうものがないから、つい2日前ぐらいからやってるんですけど、まあ背中が痛い。もう背中が筋肉痛でやばいです。今日もね、全然起き上がれなくて、起き上がるのにね、1時間かかりました。日頃ね、どれだけ運動不足かってことですよね。まあでもね、私ね、根性ないから、そんなね、ストイックに続けることできないと思うんですけど、できる範囲でやっていきたいと思います。インストラクターが何人かいるんですけど、そのインストラクターの声をね、声優さんがやってるの。だからね、いい声で応援してくれるんですよ。もうそれだけで励みになりますね。ちなみに私がいつも選んでるインストラクターは、石田明さんがね、やってるキャラクターです。もうそれがまたすーごいいい声なのよ。いや、私単純だからさ、頑張っちゃおうかなって思っちゃいますよね。食べる量はね、全然変わってないので、運動した分ね、お腹すくしね、多分ね、痩せないと思う。さあ、やっと胃もたれってね、どういうことか知りました。この間さ、ほぼ初めてっていうぐらいさ、胃もたれしたんですよね、揚げ物食べて。
前までもね、あー今日芋たれしてるかもって時あったんだけど、ただお腹いっぱいなだけだったんだけど、今更だけどお腹いっぱいと芋たれって別物なんですね。やっと本物の芋たれに慣れた気がする。いや、慣れた気がするっておかしいか。うん、ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで本日は明太釜玉バターうどんを5玉食べてみました。最初はね、うどんの原点に帰ろうっていうことで釜玉うどんを食べようと思ったんだけど、バターと明太子を追加したから結局ハイカラのうどんになりました。そこにバターをちょっと加えるだけでね、カロリー増し増し、美味しさも増し増しになりました。皆さんもぜひお試しください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。